熊本県民総合運動公園熊本県民総合運動公園陸上競技場熊本県民総合運動公園陸上競技場は熊本県熊本市東区平山町の熊本県民総合運動公園内にある陸上競技場、休技場としても使用される。熊本県が所有し熊本県スポーツ振興事業団が指定管理者として 運営管理を行っている。愛称は、クキングである。なお、熊本市東区に本社を置く笑顔が、命名権を取得しており、2017年2月から、笑顔健康スタジアムの故障を用いている。1998年に竣工した、日本陸上競技連盟大員主公認競技場で、同年の日本陸上競技選手権大会の会場となり、翌1999年の、 第54回国民体育大会の主会場として用いられた。また、熊本県春、府、村出身のマラソン選手、金栗43及び九州、熊本の頭文字から取った、KK と屋根の形状にちなみ、クッキングの愛称が設けられた。マラソン大会の際に奏者が出入りする第3ゲートには、金栗ゲートの別名が付けられている。2001年に、 平成13年度全国高等学校、総合体育大会の総合開会式と、陸上競技の試合が開催された。2002FIFA フフワールドカップでは、ベルギー代表のキャンプ地となった。また同じ2002年には、横浜 F マリノス、2003年には、ジェフ市原のキャンプ地として利用された。2005年には、浦和レッズ、2006年からは、 北海道コンサドーレ札幌がキャンプを行っている。2004年からジャパンラグビートップリーグの試合が開催されている。2005年11月には朝鮮民主主義人民共和国で開催が予定されていた AFC ユース選手権2006が大体開催された。2009年1月20日にサッカー日本代表の公式戦が初めて開催された。 2015年3月2日にラグビーワールドカップ2019の開催会場となることが発表された。2016年4月14日以降発生した一連の熊本地震においては、スタジアムが救援物資の集積拠点となり競技施設としての利用が一時できなくなった。また、地震によりスタジアムそのものも照明設備が一部損傷し、軌道不足となっているほか 客席など、スタジアム本体も損傷を受けており、安全性の確認ができていないとして、予定されていた J リーグの2試合が会場変更となったほか、6月に予定されていた健康構想体が会場変更となった。同年7月に安全確認作業が終了し再び試合に使われるようになったが、一部制限が設けられていた。 2017年4月より全面使用が可能となった。グラウンド隣接する補助競技場と合わせて日本陸上競技連盟の第一試行認を受けている。3万2000人を収容するスタンドは一層式でメインスタンドとバックスタンドにテフロン製の屋根が仮設されている。屋根の両端に立つ鉄塔は最上部に縦長の照明設備を持つほか屋根の支持構造を兼ねた。 独特の設計となっている。またアウェー側に三菱電機製のオーロラビジョンが一気設置されている。ホーム側にもラグビーワールドカップ2019に向けて常設の大型スクリーンが一気設置された。陸上用トラック9レーンを持ち内部のフィールド部分は天然芝で長さ107メートル、幅70メートルである。熊本県は 熊本県民総合運動公園陸上競技場に施設命名権を導入する決定をし2008年12月3日から2009年1月16日までの期間で募集したが応募企業は現れず熊本県では期間を定めず引き続き募集を受け付けたいとしていた2012年11月23日熊本市北区に本社を置く山田製菓卸売市場が 熊本県民総合運動公園陸上競技場の命名権を取得し、12月14日に熊本県とネーミングライツに関する基本合意書に調印した故障は、うまかな、よかなスタジアム。2016年11月、山田製菓卸売市場が契約を満了すると報じられた。これは2016年の熊本地震で多くの農家が被害を受けたため用意していた。 命名権費用を農家救済に充てるためという。2017年1月23日、熊本市は、熊本市東区に本社を置く笑顔と命名権を契約し、笑顔健康スタジアムの故障を用いると発表した。契約期間は2017年2月1日から2021年1月31日までの4年間となる。なお、命名権採用後は、 基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用されるサッカー、ラグビーの国際試合、大会、事前キャンプなどでは、例外として正式名称を使用する。ありがとうございます。